かしゅー、皆さんこんにちは、 DJ加藤です。今回はですね、柴田が朝倉海に負けたと思わせるような捏造動画が YouTube 上でバズってる件についてお話ししたいなと思います。非常にね、腹立たしいというか不愉快です。で、何があったかというとですね、何者かがですね、まるで柴田が朝倉海にボコボコにされてると、だいたい23秒ぐらいで TKO されてるような動画をね、アップしてるバカがいるんですよ。これね、捏造でしょ、フェイク動画だと思うんですよね。で、なんでかっていうと、当日ね、試合当日撮影は禁止されてたんですよ。なので、ああいった動画がですね、撮影できるわけもないし、出回るわけもないんですね。で、出回ってる動画をよくよく見るとですね、映像がかなりね、なんて言うんだろうな、ぼやけててですね、どう見てもですね、何者かがコンピューターグラフィックスを使ってですね、捏造しただろうというのは間違いないと思います。でね、まあ僕もね、試合に行ったわけじゃないんで、ツイッターでさっとね、確認しただけで、まあ、朝倉海が勝ったっていうことを知って、朝倉海が負けたっていうのをね、知ったんですけれども、なんて言ったらいいかな、格闘技舐めてんのかなっていう。俺らみたいな、プロの、格闘技、格闘専門家っていうのかな、からしたらですね、朝倉海が負けるのはもう 100% 分かってたわけですよ。もう能力的に、実力的に、そして勢い的にですね、まあ柴田が 100% 勝つだろうと。で、ね、案の定そうなったと思われると。で、そんな中でですね、まるで柴田が朝倉海にボコられると、ボコボコにされるようなね、動画を出すなんてのはですね、格闘技に対する侮辱だと思うんですよ。でね、本当に許せないなと思って怒ってます。まあなので、まあ何かしらのね、法的な措置を取ってですね、今回のこの動画を作った人間をですね、に対してですね、もうこういったことやめろと、ね、いうことをですね、悪ふざけもいい加減にしろよってことをですね、言っていきたいなと思っています。その、作った本人をね、追い込みたいってわけじゃなくて、まあ軽い気持ちでね、作った捏造動画だと僕は思うんですけど、まあ証拠はないんでね、証拠はないんですけど、まあ何かね、もっと楽しく、格闘技をね、見てほしいなと思う気持ちがあるんで、はい。まあそんな感じですね。はい。とにかく、柴田、が勝ってくれてですね、柴田が朝倉海に勝ってくれたみたいなんで、僕はね、YouTube 引退しなくて済んだんで、本当に良かったなと思ってます。はい。今回は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ガッシャー！